この動画は歯科衛生士専門学校の公衆衛生の授業のサブ教材です。今日は公衆衛生入門4と題して公衆衛生の入り口のお話をします。今日はアルマワット宣言をご紹介します。これは1978年第1回プライマリー ヘルスケア国際会議にて採択された宣言です。アルマータ宣言はすべての人の健康ヘルスフォーオールの実現に書くことのできない医療についての宣言です。これはフライマル r y スケアと呼ばれ、事情と 自決の精神。spirit of self-reliance and self-determination に則り、地域社会の十分な参加。full participation が必要であると定義されています。自助自決と参加 自助セルフ・レライアンスとは他の誰でもない自分をあてにする自決セルフ・デターミネーションとは他の誰でもない自分で決定をするという意味です健康であるとは自分の力を信じて自分で決断をする つまり自由にここで Health for all みんなの健康を実現するためには全員が自由でなければいけないということになります規律なくバラバラに自由に生きる社会では一人の自由と周りの人の自由が 衝突したり、規律ある社会に淘汰され、健康どころか生命まで危険にさらされます。みんなの健康を実現するには、みんなが自由でありながら、全体としては秩序、チームワークが求められるのです。みんなが自由でありながら、 社会としてはチームワークが取れている。そんなことは実現可能でしょうか例えば他人がルールを作ってそれを押し付けられたらそこには自由はありません。自分がルールを作って自分はそのルールに従って生きる。これなら自分は自由と言えるでしょう。 自分の作ったルールを周りに押し付けると周りの人には自由がありません。これではみんなの健康ヘルスフォーオールは実現できません。規律ある社会のためにはルールが必要です。では誰がルールを作れば いいでしょうみんなでルールを作るみんなでルールを守るこれならどうでしょう自分たちでルールを作る作るのが苦手なら誰かが作ったものを選ぶあるいはルール作りを託せる人を選ぶこのようにみんなの希望が反映した ルールが作れればみんなが自由に生きれるということになるでしょう。アルマ・アタ宣言で地域社会の個人または家族の十分な参加フル・パーティフェーションが意味しているのは他でもないこのルール作りへの参加です。 この参加を通じて自助自決自分の力を自分たちの力を信じて決断をすることが可能となりそのような決断を通じて全ての人の健康 Hes for all を達成しようアルマータ宣言はこのように 宣言しています最後にクイズを用意しました時間のある方はチャレンジをお願いしますそれではチャンネル登録と高評価を忘れずにチェックして次の動画をお楽しみください